こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケットをやっていきたいと思います。さて、本日はログインボーナスですね。コインのもらい方がすごいや。そして733になったか。ガチャ行きましょう。どうも生中継があったみたいですね。スターホースポケットの。というわけで、まず、短距離ガチャと長距離ガチャ、中長距離ガチャを一回ずつ引いていきましょう。さあ、これは必ず SSR がもらえます。エイブルフレンドか。ロケットマン。中長距離引きましょう。さあ、何が来る？フリント車。これも線引いてますね。引いてるんです。ミッディ引いてますね、すでに。というわけで、シンダーガチャというのがありますので、これを引いてみましょう。SR、 サイレントディールか。ビハインドザマスク。次、25枚使って引きます。SSR 出ませんでしたか。まあ、残念な結果でしたね。さて、レースをやっていきましょう。やったね。おっと、ありがとうございます。さあ、430キロになりましたので、
これ出たいと思います。さあ、今5月を5週ですね。宝塚あたりがいいのかな。宝塚出してみましょう。6月を1週ですね。馬体重がちょっと減ってます。状態いい状況ですね。岡部で行きましょうか。もう少し馬体か。もっと軽いぞ、馬体重が。一体何が原因なのかな。高い予約です。いやいや、血統や軽症型なので行き詰まることがあります。リアリティの人って言ってますね。2番人気1番人気はメジロワックインですね。1993年なので、おいてなお盛んっていう感じです。メジロワックインはここで勝ちましたね。メジロワックインは、まあ、そして、現役生活最後の G1 制覇になりました。メジロワックイン、そのマックイン相手に、戦っていきます。僅差の2番人気ですね。20丸はマックインが3つで、我が刀橋が1つ、以下メジロバーマーが3番人気ですね。この年は阪神大賞典を制覇しています。シーツでは天気もちょっと危うい感じですね。そうそう、このレースは大隅ロッチがインついたんですよね。さあレースです。内容次第ではこれで WBC に臨んでもいいかもしれません。まずは、まあ、目の前にあるメジロマックイーンをに勝つことが大事だと思います。2頭とも大外枠、この大外枠をどう生かすか、どう克服するかかな。12頭の思いはそれぞれです。宝塚記念、果たしてどの馬が夢をつかむのか。さあスタートが肝心。あー、やっぱりまた出遅れた。どんよりとした阪神競馬場に開く、あなたの
スタートがすごい課題ですね。私の夢は遠くフランスへ飛んでロンシャンであります。先行グループからまず見てまいりましょう。大隅ロッジが上がってまいりました。ロンシャンボーイがそのロンシャンボーイ、そして3番手に2番メジロパーマー、8番西のフラワー、まもなく大隅ロッジが逃げますね。この辺りそのうちからマックイーンが5番手、アーバーシーはかなり出遅れてしまいました。ちょっとこの位置取りは苦しいかもしれない。ミドルペースでしょうか。メジオデオパーマーの方、ミシオフラワー、その後ろから1番イクロディクタス、その外に5番ホワイトアロー、ここにいたパタノアー男子、大舞台の重圧を跳ねのける力がこの馬にはあります。上がっていけない、最後尾まで落ちちゃった。ご覧のように一段すごい競馬になって、いよいよ直線貯客室は先行だが、パーマーが抜け出してマックイーンも迫る、車高グレードも来ている。さあようやく飛び出したが届きそうにないかな。3着なんとかっていうとこかな。3着ですね。メジオパーマーか、上がりの競馬になりました。スタートが C ですか。前に行く馬としてはスタート C はちょっと苦しいな。C はちょっと辛いな。ゲートを鍛えるしかないかな。勝負根性は S、 瞬発力はまだ分かってないです。レーシングプログラム見るとムーランドオンサンショーがあります。ありますね。SH デラックスガチャを引きましょう。銀のヒマウゾウか。はい、というわけで刀アバンシー、出遅れてしまいまして、3着に敗れ去りました。基本的に前に行く馬だけに、この出遅れ癖は何とかしたいとこではありますね。はい。反省点が多く、改善点が多く残る宝塚記念でありました。はい。次回はどうなるんでしょうか。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。